第11章科学的根拠に乏しい現代医学のがん治療効果第1節 EBM から見た西洋医学的がん治療手術療法放射線療法化学療法という西洋医学のがん三大治療法は有効な治療であるということは現代医学において全く疑う余地のない科学的事実と考えられてきましたまたがんは 早期発見と早期治療が必要であるということも疑う余地のない医学常識であると考えられています。このために、がんの早期発見を目的とした集団検診が徹底的に行われていますし、がんと診断された場合は、手術、放射線、抗がん剤などの治療法が可能な限り、早期に徹底的に行われています。このように現代医学は ののの撲滅のための診断と治療に対して膨大な経費と労力をかけているのですしかしこの医学常識は科学的に見て本当に正しいのかについて最近になって疑問が投げかけられるようになりました近年あらゆる治療法は科学的な根拠に基づいて行われるべきであると多くの治療法に対して 科学的な再評価が行われるようになりました。これを EBM に基づく治療法であると言います。EBM とはエビデンスベースとメディスンの略で、科学的に実証された証拠に基づく医学という意味です。このような言葉が今さら強調されるのは、現代医学の多くの治療法が科学的な根拠なしで行われてきたからです。 意外に思われるかもしれませんが、現代医学の多くの治療法が科学的な裏付けなしで、単に経験的に効果があるのではないかという単純な発想で行われてきたのです。実は、がんの手術療法でも、科学的な立場から検討したとき、有効かどうかについては確かと言える根拠はないのです。 がんの手術療法が有効であるか否かについて証明するには、がん進行度が同じ程度の人を一定の人数集めて、手術を受けた人と手術を受けなかった人の2群に分けて、その5年生存率を比較する必要があります。厳密な臨床研究では、手術を受けるか受けないかは、くじ引きによって人為的な要素が入り込まないようにして決定します。 これを無作為比較臨床試験と呼びます。この場合有効性を証明するにはある程度多い患者数が必要です多数の患者を集めた大規模な無作為比較臨床試験の結果で治療法の有効性が評価されるのですこのような無作為比較臨床試験を行いがんの手術を受けた人が受けなかった人に比較して統計学的に優位に 寿命の延長が認められた時に手術療法の有効性が科学的に証明されたことになりますところがこのような調査は今までにほとんど行われてないのですなぜならがんと診断されれば手術が絶対に必要であるという既成概念が出来上がっているために手術せずに済ますことはよほどの特殊な理由がない限りありえないからです 特殊な理由とは患者さん自体が手術を絶対に拒否する場合や重圧しな合併症で手術や麻酔ができない場合などです。現在の常識では何の理由もなくがんの手術を行わなかった場合そのことにより不利益を被ったと患者が判断して裁判に訴えれば確実に医師が負けることになります。